どんなパフォーマンスが見られるのかは最後までいてのお楽しみです。皆さん今日はねとても暑いので水分補給をしっかりして熱中症には気をつけてください。そしてこのちんどん祭りなんですけれど、春と秋の2回行われています。春はプロのちんどんマン、秋は素人のちんどんマンたちがこの萩原商店街に全国から集まってくるわけですが、今年は春ということでプロのちんどんマンたちがこの萩原商店街に集結しています。服装も個性的でユーモアあふれるものばかりですよね。どんな演技が見られるのか本当に楽しみです。さあキャラクターのお友達もまだ揃ってないのかな。はい、さあ一気にちんどんマンたちがステージに上がると華やかになりましたよね。素敵です。さあプロのちんどんマンたちがこの萩原商店街のお店を各スポンサーを PR していくわけですけれども、いやー今年もたくさんのちんどんマンのプロのちんどんマン集まってくださいました。さあそしてキャラクターたちも集まってきましたね。一宮市の一民に ICC の愛ちゃん、この萩原ちんどん祭りのキャラクターハギチン丸に、そして美細信用金庫のビーンズくんたちですね。はい、何もないんじゃないかな。さあそれではこのステージ、キャラクター皆さん揃ったようですので、ただいまから萩原ちんどん祭り実行委員会主催第51回全国ちんどん祭りを開催します。それでは初めに主催者を代表してちんどん祭り実行委員会会長の則武真由よりご挨拶いたします。皆さんおはようございます。今日は第51回萩原ちんどん祭り大会にですね、大村知事代理、愛知県労働産業部長の吉澤様、そして、地元選出の岩村健二様をはじめとする多数のご来賓をお迎えして、このように多数の皆さんと共に、盛大に開催されますこと誠に、感謝申し上げます。ありがとうございます。51回目でございまして、昨年50周年を迎えて新たな一歩をこう今日また踏み出すわけでございますが、先ほどちょっとしたことから感じたことがあります。51回やってますと、先ほどの萩原中学校の美術部の看板もですね、私も中学校の時作ったわという方にお会いできたり、そしてまたこうした大会を通じてですね、今日も校長先生方お見えですけれど、地元の小学生中学生がですね、大きな声で先生方に挨拶する姿を目の当たりにさせていただきました。なんかこのお祭りの萩原のほのぼのとしたものが伝わっているなということを改めて感心させていただきました。まあ、ぜひ今日は萩原以外の方も多数この地にお見えでございます。萩原商店街とともにですね、萩原地域の人々とともに今日一日ゆっくり、くつろいでいただきまして、日頃のリフレッシュをしていただけたらなと思います。今日は一日ぜひ楽しんでいってください。ただ暑くなると思われますので、十分な水分補給をよろしくお願いいたします。そしてちんどんマンの皆さん、ぜひこのお祭りを盛大に盛り上げていただきますようご祈念申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、本日ご多忙の中ご出席いただいておりますご来賓の皆様を代表して、愛知県知事代理、産業労働部長
吉澤隆様よりご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。ただいまご紹介いただきました愛知県産業労働部長をしております吉澤と申します。まず第51回、全国選抜ちんどん祭り、このように盛大に開催されますこと、心より お喜びを申し上げたいと思います。愛知県の、大村知事でございます。本日どうしても出席叶いませんので、私祝辞を預かってまいりましたので、こちらで代読をさせていただきます。その前に先ほど、司会者の方、それから委員長からもございましたけれども、本日この後、温度が高くなりますので、ぜひ体調管理と水分補給の方よろしくお願いを申し上げます。それでは代読させていただきます。はい、本日ちんどんの町、萩原におきまして、このように盛大に第51回全国選抜ちんどん祭りが開催されましたことを心からお喜び申し上げます。この全国選抜ちんどん祭りは全国でも有数の規模を誇るちんどんの祭典で、県内のみならず遠くは九州地方からもご参加をいただいているということで、大変嬉しく思います。この全国選抜ちんどんコンクールでは、全国各地から集まられたよりすぐりの20チームのプロのちんどんマンによる笑いとユーモア、そしてプロとしての技巧があふれる演技が披露され、皆さんも大いに楽しんでいただけることとなるのではないかと思います。ちんどん祭りではちんどんによる総合パレードや大道芸などのイベントをはじめとする盛りだくさんの催しが開催されるとのことで、お祭りの方も一層盛り上がることと期待をしております。ちんどん祭りは萩原一宮のみならず、愛知県が全国に誇れる歴史と伝統を有している祭典となっております。このようなちんどん祭りが半世紀以上もの間地域に愛され育まれたのも、ちんどん祭りの開催のために萩原商店街をはじめとする関係者の皆様のご尽力の賜物であると深く敬意を表する次第であります。県といたしましては、皆様のお力のもと、日本のちんどん文化を通じ、日本一元気な愛知をここ一宮市萩原から発信していただくとともに、この地域がより魅力あるものになりますことを心から期待をしております。最後になりますが、お集まりの皆様方のご健勝とご繁栄、そして本日のお祭りが成功し、ちんどんの町萩原が今後ますます盛り上がることを祈念をいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。平成29年5月28日愛知県知事大村秀明、以上代読させていただきました。どうも本日はおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、愛知県議会議員岩村真嗣様よりご挨拶いただきます。皆さんおはようございます。おはようございます。もうちんどん屋さん、ちんどん屋さんって怒られちゃうけど、顔なじみになったね、だいぶね。スープちんどんさんもね、いつも楽しみにして来ますけども、途中でいつも帰っちゃうもんですから、すみませんでした。で、今感じてるんです、部長が観光の町一宮です、観光の地萩原です。部長二人で手を取り合って、昇竜堂プロジェクトに、中部圏の祭りのプロジェクトにこの萩原も入れていただいて、世界各地からここに来ていただいて、世界の人に見ていただける、そんな素晴らしい大会にしたいなと思ってますから、これからも一生懸命頑張っていきます。そして多くの皆さんの熱意でこの町を守っていただいてます。そして今日はちんどんの皆さんがこの祭りを盛り上げる主役ですが、この主役が頑張れるのは会場の皆さんの声援ですから、大きな声援を送っていただいて、皆さんと共に一日素晴らしいちんどん祭りにしていただきますようお願いを申し上げて、ご挨拶にさせていただきます。おめでとうございました。宮村様ありがとうございます。続きまして、一宮市議会議員井上文夫様よりご挨拶いただきます。お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。今ご紹介をいただきました、この萩原地元から選出をされております井上文夫と申します。本日はですね、一宮市議会から副議長の花谷先生、そしてあの地元、同じ地元でありますけども先輩の横井先生もお越しでありますけども、この萩原町、私が代表してご挨拶をさせていただきます。まずはあの皆さん本当に51回のですね、このちんどん祭りにお越しいただきましてありがとうございます。今までの来賓の皆様の挨拶からもありましたけれども、この萩原の町をしっかり盛り上げていって、このちんどん祭りをですね、これからも続けていきたいと思います。ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけども、毎年来てますよっていう方はどれぐらい見えるんでしょうか。ありがとうございます。今年初めて来たよという人は、ありがとうございます。それではあのこれからもずっと来たいよと思う方は、はい、ありがとうございます。この萩原のちんどん祭りをですね、これからもしっかり守っていきたいという、私は一人であります。それには今日皆さんがここでしっかりちんどんを見て楽しんでいただくことと、ここを主催しております萩原町商店街振興組合がございます。ぜひお帰りにはですね、ジュース1本でも構いませんので、この萩原商店街にお金を落としていっていただいて、思い出も残していっていただいて、お帰りいただければというふうに思います。そして最後に帰られるときは、このちんどんで盛り上がって笑顔でこの萩原からお帰りいただいて、また来年この萩原の地でお越しいただくことをお待ちしております。今日は一日楽しんでください。井上様ありがとうございます。さあ、それではここでちんどん隊を代表して、昨年度優勝チームの河内屋の皆さんにご挨拶いただきます。お願いいたします。ちんどん河内屋と申します。たくさんのちんどん屋のいっぱいの先輩がいる中、すごく恐縮ではございますが、一言失礼いたします。ちんどん屋さん、今日もたくさん、もう各地から面白くて楽しくて優しいちんどん屋さんいっぱい来てますので、皆さん楽しんでいってください。そして後ろをみんな見てください。後ろ見てくださいね。後ろのこの商店街、そのこの道にはずらっといろんなお店があります。皆さんが今まで生きてきて身近に感じていたお店です。たくさんまたこの良さを改めて感じていただいて、お買い物をしてもらって、でちんどん屋さん見かけたら拍手と、でシャッターの拍手でいっぱい迎えていただきたいと思います。暑さちょっと続くかと思いますが、最終最後までよろしくお願いいたします。ちんどん代表挨拶、河内屋の島田です。ありがとうございました。はい、挨拶ありがとうございました、ね、やっと顔覚えた。誰かなと思った。林さんでもこの間私の顔好きって告白。あ、そうやった。やっと思い出してきた。好きなタイプの顔ですけど、はい、それでは、大合奏してスタートするんですけども、ちんどんの打ち込みの方はもう去年ね、昨年度優勝した河内屋さん、ちょっともう顔が好きなタイプやから。そしてですね、これがチキチンチンドドンとやった後のゴロスの三つ打ちですか、それはですね、今年はあの人間じゃない人にやってもらおうということで、東京から人間で孫悟空、妖怪か、あ、いや妖怪人間登場でございます。はい、ちんどん芸能社の社長さんに出てきていただきまして、ちょっと一言なんか、まあ、今日皆さんね、熱中症にならないように一番前のお客様気をつけてくださいね。はい、それでは竹にすずめというちんどん屋さんのテーマソングに乗せて、合奏いたしますけども、2コーラス目から徐々にあの
太鼓の人がどん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 降りていって、なるべく数人は舞台上楽師として残って、まあ、2コーラス終わるぐらいには全員はけるんではないかと思うんです。まあ、場合によっては3コーラスの途中までということで、それでは河内屋さんの打ち込みからもうちょっとこっち近づいて、はい、それではちょっと、はい、はい、参りましょう。竹木すずめでございます。祭り始まったなという感じがしますよね。今年も